阿ワ雄ユは日本の政治家、日本社会党の衆議院議員、青森市出身、父、金倉、母、松野十三種として生まれた。家は、青森の豪商、春都市、阿ワを本家とする、老舗の五福店、黄金五福店を営んでいた。青森市長を務めた五代目、阿ワヤ製造は、母方のおじにあたる。また、歌手、阿ワヤノ子は名にあたる。 青森高等小学校を卒業後、家業に従事する傍ら、和歌山牧水系の歌詞、浜那須で短歌を読む。旧家の飲酒を嫌い、新城村で農業を始める。この頃、盛んに文学堂忍士に投稿。武者の工事さねやつの新しき村運動に共鳴し、その青森支部を作る。1928年3.15事件で検挙される。 全国農民組合や青森県連合会委員長に就任し、労働運動の指導者として活躍。この頃より特攻警察の監視下に置かれ始める。1933年より新城村議会議員を3期務める。1939年より木村武雄と共に中野聖合を中心とした中国の和平運動準備に関わり、東亜連盟の任務に携わる。 戦後は日本社会党、青森県支部連合会結成に参加。1946年日本農民組合青森県連合会、会長、秋田宇釈主催の政治学校で講師を務める。農民運動、社会主義の啓蒙活動を進める一方、文学活動にも精力的に取り組む。同年、東亜連盟に加盟していたことを理由に、公職追放となる。 追放解除後の1952年10月日本社会党公認で衆議院議員選挙に立候補し落選。翌年の総選挙で初当選。1960年に青森県知事選挙に出馬するも落選。同年衆議院議員に復帰。1961年2月の予算委員会で所得倍増計画を評榜した池田隼人に対し農民にも 所得倍増はありふるのかと質問し首相を絶句させた。砂川闘争の指導も行い、社会党機関支局長、県連合会長などを務めた。成田空港問題に関しては三里塚新空港、反対闘争会議議長、社会党新空港反対特別委員長も務めた。1968年3月10日に、成田市街地で発生した三波全学連と機動隊が、 衝突した事件では、党の不当弾圧監視団として、警察の監視目的で現地に派遣されていたほか、一坪地主にも名を連ねた。1969年の衆議院選で落選。政界引退。1971年青森県文芸協会理事。1975年11月、胸方志向記念館所代理事長。君に当局日、重光明を受賞。 のの記録は、阿波や雄三の自伝的大河小説である。ありがとうございます。